全国の、いや全世界の平和を愛する皆様、こんばんは。ダンジョンクロールストーンスープ、日本語で解説していこうのコーナーがまた今日も産声を上げます。やっていきましょう。エルフのお披露目制圧して、まあまあまあといった感じだな。いや本当何回も言ってるが、これは外したい。あとは正直早く石像出てくれと思ってるんだが、毎回見てくからな。もうしつこいヨタが見てくないよね嘘だろお前、どうにかならんのか。いやーこれさすがに、例えばだけど、オゾクブズアーマーとかないの？すごい古速な手段取っていこうと思う。オゾクブズアーマーないの？オゾクブズアーマーない？オゾクブズアーマーもないの？ひどいねいやストームフォームダメだな。ストームフォームって意外と強いのかな。いや分からんわ、試したことがない。うん、ダメだね。アイスフォーム、うん悪くないんだけど、アイスフォームは、いやダメだ、悪いわ、ダメだダメだダメだ。じゃあ今日は、デプスに行くしかない。デプスと、よいしょ、じゃあ行きましょう。うわ寝てますよ、殴ってみよう寝てますよ、殴ってみようって発想が謎だけどね。さあ静かな立ち上がり、階段プレイをこの1個しかない階段のとこでせずに済みました。じゃあ行きますよ。で多分これダンジョン、あ非常にいいですね、こう一本道になってて、多分こう橋の橋、リングオブデックス、このいらん、あー一本道だ、なんだここは、うわーシャイワンの祭壇ですね、あー素晴らしい。さあこういう一本道、こういうの意識していきましょう。でここでもう呼びます、 TT で声出して、どうせ来るだろっつって、来ねえわモンスター、ねモンスターどうなってんの、いてくれ多少は経験値が上がらないよ、くっ全然モンスターいねえぞ、いてて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 、イエス、てかごめん、全然刃の手いらねえわごめんなんだこれ強えな引き続き、もうスタチューフォームね、こうやってなんかめちゃくちゃスタチューフォーム来い来い思ってるじゃ絶対来ない気がするんだよね、忘れた頃に来るみたいな、株式投資でいう、なんか相場の底がいつ来るのかみたいな話なんだけど、まあ、とにかく何言ってんだって話だが、とにかくまあライルは声出してこうだな、こいあいつ来ねえな、ブーメランで倒そう、おりゃおりゃおりゃ、イエスまだもやる気ないっすね。ね相場がさ、今かとこう上がるんじゃないか上がるんじゃないかって待ってるうちは上がんないわけよ。ここはさすがにモンスターたくさん来るだろうから、刃の手になるぞ、よいしょよいしょ、全然これ別に近接戦闘いいな、これ別に刃の手じゃなくていいな。あでさっきも言った通り変な表現だが、今すごい前もうこの数回動画全部スタチューフォーム来い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 思ってて、さすがにこれはね考えすぎだわ、脳がスタチューフォームに依拠してしまってる。だからここはしっかりスタチューフォームなくても行くようにする。スタチューフォームが出てからここ鍛えよ。でもそんな慌てて鍛えてももう遅いかもしれないけど、もうだからスタチューフォームは出ないものとして行く、そしたら出るよ、つか出ないものとして捉えていく、よいしょ、投擲とかさ、あるいは軽鎧で行くんだったらドッチングを鍛えまくって高いポイントでかわしまくっていくぞと、それで行こう。で体勢は最後まで整わないだろうと、それぐらいの胆力を持っていくぞ、うわよいしょ、ういーすういーす、ドレインめっちゃ食らってんだけど、どうした、こういう時だな問題、諸問題は、ああコンデンサーベーンだな、毒に侵していく、あ、いいですね。死んでいきますよ、勝手にモンスターが。イエス。お金、溜まってきたね。どうする？ファイアドラゴンの鎧は買ってみて損はない。
あとなんか最近特にそうなんだが、なんかゲーム、これ多分ね、ゲームであんまりうまくね、男女の接触うまくできてないと思うんだけど、こういう通路がね、こっちとかにもできること多いんですよね。多分なんか男女の生成ミスってはいないんだけど、かなり奇妙な構造だよね。なんか多分半分バグってるような男女の生成することあって、これ意外と便利です。あの戦うとき便利なんで、意識しておくといいかもしれません。そう、ワンドオブディグニング補充できたね。非常にいいです。ああいいですね。アイスブラストも出てるね。ああいいわ。なんかあのアイテム運はまだこう見捨てられてない感じがします。マーラいるな、これ見ろ。強っ、ブーメラン。お前のブーメラン強いな。もうブーメランニストになろう。俺はブーメランニストだぜっつって、ブーメランだけで生きてくれ、ブーメランで飯食ってますみたいなさ。ブーメラン系 YouTuber 見たくなってる。まあそんな YouTuber いるかどうか分かんないけど、あ、でも絶対いるわ。最近思うんだけど、あ、真の万象 YouTuber いるよね。何の YouTuber もいない。ほんと楽しいわ、 YouTube 見てて。飽きねえわ。なんかこんなもん絶対ねえだろうって思ったものほどあるよ、その YouTube。 神羅万象司ってるわ、完全に。神羅万象系の YouTuber がいる。全部の YouTuber がいるわ。さあ、いやほんとすごいなと。なんかあのエッチな YouTuber とかもいて、まあ、あんまり過度なやつはダメなんだけどさ、これこんなにいるんだったらさ、使おうぜスローチってやつをよ。おりゃ、でもそんな食らわねえんだな、スローチって。おりゃ、であとはこう削ってこう。うわ、なんかスローチさ、昔よりもさ、あれじゃない、スローチ昔よりもさ弱くなってない、そんな気がします。多分あの早い、より早いモンスターにはいい感じになってるけど、多分ダメージ計算変わったわ多分。うわ、なんかこれ蜂とかワスプ系にはちょうどあのめちゃくちゃいいんじゃないかなって思ってます、スローチはね。僕本当はスローチの使いどころなんだろうけどな。あげます。ちょっとどっかでさ、俺どっかで本当はあのあれを使いたいんだよね。あのなんだっけ、あれくそ、ど、何された、トライデントオブディストーション食らったんだな。はい、わかりました。じゃあアビスから脱出しますよ。最近のアビスは敵モンスターを倒しまくれば脱出の、わーい、出口だ。最近のアビスは、敵モンスターを倒しまくればアビスから脱出できるゲートが開く可能性があるそうです。こいつか、悪さしてたのは。やべえな。じゃあ使いましょう。なかったことにします。ステップフロムタイム。見てくれ、なんか数ターン俺がいなかったものとしてみんな振る舞うんだよね。ということでみんなどっか解散解散って帰ってきましたよ。あげます。うっ、オッケー。こんな感じでステップフロムタイムを使っていきたいが、ちょっと、使いすぎるとケイブリアドスの進行値はすぐ食っちゃうので、使いすぎは厳禁と。しっかりこのあたり、管理していきましょう。これ実はね、宝物庫の最下層で多分ね有利に働くと思うんだよね。扉閉めるガーディアンが出てきて、ニッチもサッチも行かなくなった時にステップフロムタイム、時の中で俺がいなくなる、あの二階堂の CM みたいな感じになって、俺だけが時の中に取り残されていくみたいな感じになって、いないものとして振る舞えるんですよね。多分そうなったら扉閉めるガーディアンの扉閉める能力が解除されると思うんですよね。あ、これよくねえわ。掘ろうぜ。リグをな。おりゃ。オッケー。ワスプ調子こいてるな、やつ。これ見ろ。よし。おい。いやー、いいね。回復能力もピカイチだね。さあ、ドッチング道を鍛えていくぜ、つってな。鍛えていこうぜ。これ、卑怯じゃないですかね。これは正当な権利ですからね。このムーブ。ズルだなとかって皆さん思わないでくださいって言い方おかしいな。ズルじゃないですからね。堂々と、アナグマ作戦してください、恥じることはありません。堂々とやるっていうことが大事です。うわ、なんかスプリガンいるな。ちょっと待って、こんなにスプリガンいるってことはやつがいるぞ。スプリガンサークルの姫がいるんじゃないか。あいつら足速いからさ、スローチ効くんだよ。
あ、いいや、バカすけ、ジャベリン持ってるぞ。よし、来やがれ。残しやがれ、ジャベリン。イエス。こういうワスプとかの大群は、スローチ使ってもいいかもね。まあ、倒せちゃうから、こうやって倒しちゃうけどね。OK です。ここも、この辺りで声出してやって、こっさせて、ぶん殴ると。いいね、いいね。スローイング14まで上げるわ。とりあえず。14まで上げたら、多分、味が出てくる。味はもう出て、十分味は、出汁が出てるんだけど、投擲に関してはね、さらにこう、渋みを増していく。よいしょ。タフに戦うね。来ねえな。逃げろ、ブーメランで。おりゃおりゃ、よし。楽しい迷路マップみたいな、ウォーリーを探せみたいなマップになってる。うわ、ゴールドドラゴンだ。イエス、倒すぜ。イエス。あ、ゴールドドラゴンスケイルスは装備の候補としてありだが、魔法の、あ、どうせこんな魔法の栄称なんか唱えなくたっていいんだぜってなるんだったら、ゴールドドラゴンスケイルスありだな。ちょっとなんか頭柔らかくして考える必要性があるかもしれない。いや、まあちょっとでもかわしみ上げてる関係とかあるから、さすがにそれはないか。いや、フォースランスがいい味出してくんな。またトライデントオブディストーション持ってるやついるな。何考えてんの。もうおりゃ。あ、これはあのスローチだわ。おりゃ、みんな死んでくれたね。やばい。ダメだ。ステップフロムタイムで解散解散っつってこれズルでしょこれしっかりまた、ダメ、あのこれあんま使いすぎは厳禁というか、使いすぎたらあのすぐ進行値減っちゃうので、あの使いすぎはダメだから、しっかりな、あのまたちゃんと進行値を貯めていかなきゃダメなんだが、このわかるでしょ、ステップフロムタイムのあの緊急回避具合が。おりゃおりゃおりゃ。イエス。こんな感じでどんどんまた進行値貯めてっからな。ガンガン進行値を貯めて、いざとなったらステップフロムタイムを使っていきましょう。ステップフロムタイム使うの全然悪いことじゃないですからね。卑怯とは言うまいねと。だいたいモンスターの方が卑怯なんだよ。こんな大群でさ、俺に押し寄せてきて。よいしょ。よいしょ。うい。よし。あげます。はい、回復します。なんかデプスの2階層も結構モンスター多かったね。カワシミはガンガン上がってってるな。いいですよ。うーわ、いや、でもここは守りやすい気がする。やめて、そのさ、ダメだわこれ。逃げます。なんでトライデントでつついてくるのかがわからん。全くわからん、こいつらなぜ俺をトライデントでつついてくるのか。やめてくれと。よし。よし。いやー、HP も悪くないね。しかし強えな。あ、ドッチング14。おお。このまま上げてくわ。スローイングも上げてくぞ。あ、これも階段プレイ。もう卑怯じゃないからね、これは。何回も階段プレイしてくよ。おや。さっきのあの時の流れに身を任せるの大事だったね。こいつ魔法防御効くんだな。マインドバースト効くぞ。ね、敵がね、俺のことに気づけないで時だけが去っていくと。あ、シャフトに落ちた。4回染めです。仕方ねえな。マジックマッピング読みましょう。さあ、近くに上り階段がなんとあります。素晴らしい。誰もいないぞ。よし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 。オッケー。なんかやべえとこにやべえやつがいる。ちょっと待ってよ。なんかここ巨大な何かがあるね。
あの首なし目玉の親父みたいなやつ、麻痺の攻撃してきますんで注意。よいしょ。あーでも攻撃力は本当に十分だね。スローイング14で一旦止めます。これアンアームでコンバット鍛えていくわ。もうねもう あとインボケーションス、あインボケーションスも鍛えていいな。ちょっと待てよ、どうする、いやファイティング、いやちょっと待てよ、これアンアームでコンバット鍛えよう。でね、エボケーションス鍛えます。杖かなり来てるからね。で杖はまだ使う感じがする。で完全に私はスタチューフォームを若干諦めてますよ。出てないよね。ごめん、スタチューフォーム出ねえわあ、コールドドラゴンだ、野郎ぶっ殺してやら。ダメだ、鎧出るかなと思った、全然出なかった。あいつなんであんなとこにいんの。ああーなるほどなるほど、あいつ出てきたばっかりじゃねえか、あのアビスからルイーズ、こういうあの物語性のあるマップなんだろうね多分。ルイーズはなんか確かアビスか何かからの何かなんじゃなかった。ルイーズって女性なんだね。ソーサーレスっつってのが女性だよね、女性認証がついてるよね。Once an adventure looking for the fabled orb of Zod。 あーはーはー。で、アビスに送られたと。だからアビスから帰ってくる前のルイーズなのかな、わかんない。今回盾持ってないの、普段ルイーズって盾持ってない。なんかここにいるの、アビスの手前にいるっていうのがさ、すごいなんか印象的だよね、ルイーズ。これ物語性があるよね、倒したけど。いや、おかしいわ、やっぱり。あの普段の装備と違うルイーズだったわ。こんなこともあるんだね。多分今のは特殊なルイーズだと思います。ちょっと、あ今の感じだと、おきたきた、見てください皆さん、やっときましたよじゃあ、来たんだったらさ、やっぱ来たんだったら唱えましょう。やっぱりね、あの、スタチューフォームありきじゃない方針で行った方が良かったかもね。あ、でも 32% だった、あと。あ、いけそうじゃん。じゃあ唱えましょう。スタチューフォームと。で、じゃあ、ここまで来たんだったらもうストップ。一旦ストップで、スペキア、トランスミューテーション、アースト。これで行きましょう。スタチューフォーム完成させましょう。あ、ここはね、多分、ドクドクショップだよ、多分。クロークオブポイズンレジスタンス、いやいや別にそれはいいわ、だからリングで埋まってるからね。ああ。うわなんだここ、なんかやべえ、サンデーモン氏がいる、なんでいるの。うわなんかファイヤー系の場所だった、俺耐性ねえんだけど、すまん俺耐性ねえんだ、やめてくれ熱いやめてくれ。まだいるかな、なんでここ盾たくさんの、何これ誰が死んでんの、これドワーフか。ああきっとドワーフの英雄たちが何か炎のところに突っ込んでったんだろうな、それで戦いが終わって何か死体が落ちてるんでしょう。なんか今なんかゴーストニューヨークの幻いなかった、何ここ、このマップこれ怖いんだけど。空気ちゃん、なんだその名前、俺が名付けたんだな、空気ちゃんってなんだ、全くわからない。これなんか怖いね、ここちょっと行かないよ、ちょよほど自分に自信が出たら行こう。自分に自信が出るっていうのは何かっていうと、もちろん、あ、クイックシルバードラゴンスケールス、ちょっとさ、俺これ全く分かんないんだけど、これってさ、今装備したらどうなるの ?25 の22、こいつ、めちゃくちゃ強くねえか、これ。ファイヤーの耐性とかなくなっちゃうけど、ね、クイックシルバードラゴンスケールってさ、あの、エンチャントはかけられないんだよね、なぜか。なんでだろうね、よくわかんないです。あ、で、あれなんだね。これウィルが上がるんだね。魔法防御が上がるんですね。まあ、ちょっと今はこう装備の関係でこっちでいきましょう。クイックシルバードラゴンスケールスあたりをこう、装備の中に組み込んでいくっていうのは全然あり得るでしょうね。じゃあもうちょっと下の階探していこう。で、ちょっと待って、あの、肝心の、あ、だいぶ下がってきてよ、30%。これが一桁ぐらいになると、唱えられるようになるんだが、そうなると、
ようやく見せられる、よかった一応さ、そのスタチューフォームで潜ったらどうなるかっていうのをこうお見せしたくてここ潜ってるのにさ、スタチューフォームってなかったら俺何やってんだろうって、まあ、それはそれでそのなしでもいけるよっていうところ見せられるからいいんだろうけどさ、これなんか特殊なマップだな、ここよし頑張っていくぞ。でしっかり、あれなんか戻ってきた、なんでやる気ねえ な何してんだ。あ、なんか浮遊しなきゃダメなとこがあんだな。ちょっと行ってみか。到着、今度ファイヤーだぞ。いけるか、まだポーションオブフライトたくさんあるね到着、よし、お金たくさんあるね。あのファイヤードラゴンのさ、皮鎧さ、ちょっと熱い熱い、ちょっとお、いやこんなとこで、よし、トロルの回復力をなめるなよっつって、どうすか28番、もうちょいだね。今度冷え冷えゾーンなんだけど、やめてくれと。よし到着。おこんねろ、太古のリッチがいるな。弱し、オッケー、もう魔法書はいいですよあーこれ強いけど、このプレータマなんだこれ、すごいいいプレートアーマーが出てるよ。オークだったら装備できんのにな。俺オークじゃねえんだよな。これは、テレポテートで逃げましょう。OK です。ここ入ってみる？いや、無理だろ。いや、ちょっと行って、こいつの実力、空気ちゃんの実力だけだな。そんな強くねえな。8ダメージ。あ、なんかめちゃくちゃいろんな魔法唱えてくんな、こいつ。やべえな。君子危うきに近寄らずっていうことで、行かないようにしましょう。あ、ちょっと俺喋りすぎてねえから、とりあえず一旦ここで止めるか。スタチューフォームあと何パ、あ待って、お前バカ野郎、エボケーションさ、上げっぱなしじゃなかった、これさ上がるわけがねえ。オッケーオッケー、26パ、もうちょっとだね、これはいけますよ、多分いける。よし、じゃあね、一旦ここで切りますよかった、出てくれましたね、スタチューオブ俺ということで頑張りましょう。では一旦切ります。楽しくなってきましたよで